今日はこちらのステージにイルマちゃんが遊びに来てくれました。拍手。さあ今日はみんなと一緒にルーレット楽しもうね。あなた誰？私はマナーを破るのが大好きなマナー将軍だよ。マナー将軍？うん。いや今日もマナー破りたいな。マナー破りたいな。あ、そうだ。俺様ね、来月ちょっと落ち着いたら友達と一泊で旅行に行こうと思ってるんだけど、ちょっとそのイメージトレーニングしていいですか？いい景色だな。こういう景色見ると大きな声出したくなっちゃうな。やっほー、やっほー、やっほー。いや大きな声出すと気持ちいいよな。あと旅行といえば食事だよな。食事はホテルのビュッフェって決めてるんだよね。あー何から食べようかな。あこれ美味しそうだな。でもこっちも美味しそうだな。こっちは戻してこっちから食べようかな。どうしようかな。ちょっと待って、その一緒に旅行を楽しむっていうのはとってもいいことだと思うんだけど、そんなに大きな声で叫んだら飛沫が飛び散っちゃうし、何より周りの人に迷惑がかかってしまうわ。それにビュッフェは一度取ったものは戻したらダメだから、しっかりと見極めてから取らないといけないのよ。旅行を楽しむことは大切なことだけれども、しっかりと人と距離を取って安心安全に進めていくことが大切なのよ。くだらんな。何？マナーを守れないマナー将軍に立ち向かうよですって。ほう、わかった。イルマちゃん頑張って。ほう、面白い。ならばイルマちゃん来いと言いたいところだが、いつもこうやって私が爆笑してしまうからな。今日は特別だ。今日はゲームで勝負してやろうじゃないか。どうだ。よし、じゃあゲームはお前たちに選ばせてやろう。ゲームで勝負ね。それなら平和的に解決できるわ。叩いてかぶってじゃんけんポンをしたいですって。おー、なるほど。叩いてかぶってじゃんけんポン。ああ、ね、なるほどね。ちょっと変化球できたい。いいよ、じゃあハンマーあるからこれ使ってやろうか。え、じゃんけんはどうするんだい。じゃんけんは、あ、イルマちゃんのグーはこれ。あ、前ね。うん。チョキはこれ。あ、手が下。うん。パーはこれ。手が上。なるほど。もう一回やるよ。え、グーが手が前。チョキが下。で、パーが上。なるほど。よーし、よくわかった。じゃあ勝負だ、イルマちゃん。お姉さん、掛け声をお願いします。いくよ。叩いてかぶってじゃんけんポン。あいこでしょ。あいこでしょ。よーし、頭を守って。俺様の勝ちだ。くらえ。全然頭守れてねえじゃねえか。俺様の勝ちだ。だいたいこういうのな、ちゃんとヘルメットとか用意してやるもんなんだよ。準備不足だったな。あー、イルマちゃんが動けなくなっちゃった。どうしよう。よし、これで邪魔者はいなくなった。この会場にいる子供たちをマナーの守れない悪い人間にしてやる。なんだ貴様。お姉さん、前に借りて。俺はこのイルマちゃんルーレットのイベントスタッフとして働いている。しかしその正体は変身。変身。いや、ってことはお前ヒーローだったのか。パーって光る。普通に着替え始めた。普通、なんか普通変身って言ったら光ってこうバーって一瞬で切り替わって、なんかかっこ、あ、ちゃんと、あ、脱ぐ、ちゃんと、あ、下に履いてるんですね、なかなか最初から。あ、ブーツが、あ、引っかかってる。大丈夫ですか、大丈夫ですか。大変なんですね、ヒーローってね。なんか、あ、で、これをまとめて、あ、そう、頭がどうなってるの。あ、あ、なるほど、かぶるんだ、普通にね。普通にヘルメット、ちょっと、あごひめちゃんと締めてね、ずれちゃうからね。そう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 。あ、で、物はちゃんと片付けて、向こうに、おいおう、うん、グレートイルマン16号イルマちゃんフォーム。イルマちゃんフォームだと。な、あ、なるほど。ちょっとイルマちゃんの顔がここになってて、あ、で、ベルトのところにイルマちゃんがいるんだね。なるほど、かわいい。かわいい。マナー将軍、弱い者いじめをするやつ、マナーを守らないやつはこの俺が許せない。何をふざけ。俺の正義とお前の正義、
どっちが強いか勝負。面白い。ならばこの俺様の新しい武器で貴様を葬ってやろう。見ろ、鬼を滅しそうなやつが持ってそうなやつを滅する刃。これで来た。お、まさか貴様も鬼を滅しそうな刃を持っているではないか。ふん、面白い。勝負だ。甘いな、イルマ。よし、お前の全てを否定してやる。浅かったか。よし、とどめだ。邪魔だ、イルマちゃん。何、チョコバカと。ならばこれはどうだ。叩いてかぶってじゃんけんポン。よし、俺様の勝ち。すきやりー。うらあ、ヘルメット。やったー。よし、それじゃあ最後はとどめのマナービームよ。マナービームだぞ。サービスで運動してスッキリした人たちが話してたんだけど、このマナービームに当たるとマナーを守りたくなっちゃうんだって。なんで。ああ、確かポーズはこれ。なぜそのビームをしているんだ。そのビームを食らったら俺はマナーを守りたくなってしまう。マナー守りたくない、マナー守りたくないよ。イルマちゃん、イルマ、行くよ。その大人は修正してやるわ。マナー守りたい、マナー守りたい、マナー守りたい。旅行に行ったら大きな声は出さずに騒がずに景色を楽しむ。ビュッフェでは一度取ったものは必ず食べる。よし、マナーを守れた、マナーを守れて幸せだー。イルマちゃんのスタージョーに拍手。これで妖怪のイルマの部屋を守られたよ。イルマ、どうもありがとう。どういたしまして。あ、それじゃあ俺は本来の仕事に戻るために一回着替えてくるね。あ、それじゃあみんな、ね、ここのスタッフですもんね。はい、お疲れ様でした。ありがとう。はい、またね。早めに戻ってきてね。さあ、それじゃあみんなと一緒にルーレット楽しんでいきましょう。おお、それではメモさんお願いします。お願いします。はい、ということで。